はい、これがロボちゃんです。ではロボちゃんアプリを起動します。はい、顔が出ましたね。可愛いです。なんか喋ってますね。僕ロボちゃんだよーって。はい、じゃあまあ動作確認からいきます。このタブでは動作確認できます。マーカスに入った歩行の動作を、よいしょ。歩行をやらせたりだとか、あと、関節の角度を一軸ずつ指定して動かすことができます。まあ、首の角度を指定して動かしています。よいしょ。軸を変えることもできます。手が動きましたね。はい。で、首を戻そうか。よいしょ。はい。という感じです。次。ボーちゃんは、自分の姿勢を覚えることができます。このアプリでは、左上に覚えるボタンというのがあるので、これを押すと、新しい姿勢を覚えてくれます。この姿勢を今覚えました。次にこの姿勢をじゃあ覚えましょう。えい、できたかな。で今、姿勢を覚えたのでそれを再生してみます。ここにファイル名が表示されているのでこのファイル名をクリックするとその姿勢になります。覚えた姿勢をすぐ再生できると。で、前に覚えた姿勢がいろいろあるんでおっとっといろいろ再生してみます。今、姿勢を覚えて、再生するだけですね。はい。まあ、ファイルを削除することもできるようになってます。ここにボタンがあって、これを押すと、まあ、削除マークが出てくるんで、これを引っ張ると、デリートボタンが出てくるんで押すと確認が出てきてボタンを押すと削除とことができてます。はい、まあ、今のところ機能はこれぐらいです。ゴーちゃん顔を触ると反応します。可愛いですね。はい、じゃあ以上でロボちゃん紹介終わりです。